はい、どうも、こんにちは。今回は、安藤体協会ニュース2022年7月号ということで、全12本をお送りします。ここで取り上げますニュースの題材は、私個人の主観でピックアップしておりますので、その点はご了承ください。では、早速参りましょう。まず、ニュースの全体像になります。こちらが1本目から10本目を示しております。そして、11本目、12本目ということで、全12本をお送りしていきます。では、早速、個別に見ていきましょう。 まず、一歩目のニュースです。サムスン電子 GAA 構造、ゲートオールアラウンド構造ですね、を採用した3ナノメートルプロセスの生産を開始へというニュースになります。GAA 構造は、電流が流れるチャンネルを4方向からゲートで囲む構造になっております。こちらに示すような構造になっています。こちらがナノワイヤー構造で、こちらがナノシート構造ですね。まあ、今回サムスン電子が採用した構造がこういった構造になっています。 一般的に通常のトランジスタはプレーナー FET と言われまして、チャネルをですね、ここはチャンネルになるんですけども、ゲートを1方向から制御するものですね。そして次の FINFET と言われるものは、このチャンネルをゲートが3方向から制御するものになって、今回の GA 構造というのがこういった4方向から制御するというものになっています。当然こういった複雑な構造になりますので、作り方というのは非常に複雑になって難しくなるということです。えー、今回の報道ですね。 やっぱり、プドまりが課題になるでしょうというところ、あとは最終製品にどういったものに適応しているのかというのが、多、ま、少クエスチョンマークがつくのかなというものになっております。下に示してあります写真はですね、まあ、ェ派を持った、あのー、開発の方の写真だと思われますけども、半導体業界の方ならわかると思いますけども、あの、こうやってウェ派をですね、手袋はしているとはいえ、この手で持つということはまあ,ありえませんので、 まあ、わかりやすい記念写真なのかなと思います。実際この上半にですね、3 7の製品が載っているかどうかも若干怪しいと思いますので、まあ、毎日は本の写真かなというふうには思います。はい、2本目です。長引く半導体不足、ランクル受注停止、スイッチや PS5 も販売台数減少というニュースになります。半導体不足と言われて久しいですけれども、最近では一部で解消されているというような報道もあります。 ただですね、製品によっては半導体不足の影響がまだまだ続きそうな見込みです。象徴的なのが、このトヨタのランドクルーザーですね。有名な車だと思いますけども、こちらが7月1日時点で受注を停止しているというような報道です。また、ゲームの任天堂 t e n d Switch、ソニーの PS5 ですね。こちらもですね、販売台数が前年同期比で2桁減という形になっています。どちらもですね、やっぱり部品が手に入らないので作れないということですね。 売りたくても売れないという非常にもどかしいような状況が、まだまだ一部の製品では続いているという状況です。3本目です。ルネサス、川尻工場で春停発生、最大2週間分の生産ロスが発生見込みというニュースになります。ルネサスエレクトロニクスの川尻工場ですね、熊本県にあります川尻工場で、送電線に落雷があって春停が発生したというものになります。 レンサスの川尻工場は、まあ、メイン工場の一つでありますので、まあ、かなり生産への影響が大きいんじゃないかということが想定されました。結果としてはですね、えー、約9割の生産設備が一時的に停止したということですけども、7月11日に、まあ、旬定があったのは7月5日で、まあ、約1週間ですね。1週間で春定前の生産能力に復帰したということで、まあ、結果的にはそれほど大きな影響はなかったと思われますので、良、まあ、かったのかなという内容になっています。はい、4本目です。 東大、実際パワー反動対応材料であります、アルミニウムガリウムナイトライドを安価で高品質な製造方法を開発したというものになります。今回のポイントは2つありまして、スパッタと呼ばれる製膜方法を用いることによって、従来の MOCVD よりも安価に製膜できるというものです。スパッタは一般的な量産の金属膜の製膜ですね。ここではよく使われますけども、今回、そのスパッタを利用することで安価に作れますということです。 次は電極構造で縮体ガリウムナイトライドと言われる結晶構造を使うことによって音抵抗の低減に成功したというものになります。縮体というのはなかなか見ない言葉ですけども、結晶の構造の中では一部出てきます。昔教科書で見たなっていう私も記憶があります。今回のアルミニウムガリブナイトライドですけども、まあ、高性能なパワー半導体ですとか、現在進んでいます 5G 通信の次の世代ですね、6G 通信といったディスライム専用通信素子としての利用が期待されているというものになります。 実用化期待していきたいところですね。はい、5本目です。TSMC 2022年の第2クォーターですね。4月から6月期の決算が出ました。売上高と利益ともに過去最高を更新したというニュースになります。こちらが売上高と純利益、純利益率の推移を示しております。各都市の第1クォーターから第4クォーターですね。で今回発表されたのが2022年の第2クォーターですね。4月から6月期ということで、 えこちらの青い方が売上高、オレンジ色が純利益ですね。ともに過去最高を更新しています。利益率は製造業としては驚異的な44%ということで、まあ、半分は言い過ぎですけども、半分ぐらい利益というとんでもないような状況になっております。テクノロジー別の売上高と見ますと、全体のおす半分ですね、が5ナノと7ナノということで、もう1桁大メートルのオーダーのものが半分を占めているということになっています。先ほどサムスン電子が3ナノメートルの量産を開始したとありますが、 TSMC では2022年の後半から量産を開始するというような計画になっています。売上高い見ます。プラットフォーム別の構成費は、メインがやっぱスマホと HPC といわれるハイパフォーマンスコンピューティングですね。この領域になっております。あと IoT とかオートモーティブ、車載ですね。こういったところもありますが、やっぱりこの2つがメインということで、まあ、おそらくですけども、このスマホの中に Apple があって、まあ、5 7とか7 7の製品を使っているというようなところかなと想定されます。 はい、6個目です。ST と GF、フランスに 300mm の工場を検設し、共同運営へというニュースになります。ST は ST マイクロエレクトロニクス、GF はグローバルファンダリーズの略称です。両社が共同でフランスに工場を検設するというもので、26年にフル稼働の見込みと、でフル稼働時は 300mm ハー換算で最大62万枚、1年間ですね、の予定ということです。 このように欧州でも 300mm の上波の製造拠点への投資が加速している模様です。はい、7本目です。まあ、6本目と似たような内容ですけども、今度はドイツのボッシュですね。こちらが26年までに半導体設備投資へ約30億ユーロ投資していくというものになっております。ボッシュは自動車部品メーカーの世界トップ企業です。その中で自ら半導体投資を加速させていくというものですね。まあ、すでにもともと半導体工場を持っておりますので、そこに設備投資をしていくというものです。 さらにドイツにありますドレステン工場では26年からですね、300mWh、ah、で MEMS センサーの製造予定ということで、車載用の素子であってもどんどん大口径化が進んでいるというような状況です。8本目です。住友金属鉱山8インチ SIC 基板の開発ラインを新設というものです。住友金属鉱山は100%誤解者であるサイコックスというところで8インチ貼り合わせ基板の開発ラインを新設するということを発表しております。 SIC のウェハーは、こちらにありますように、単結晶基盤が非常にコストが高いです。そのため、ある程度コストが安い竹結晶基盤を使って、単結晶基盤とですね、張り合わせをして使うというものになっております。これによって、低コスト化、あとは SIC ウェハーの代行径化という2点がですね、両立できるということで、期待していきたいと思います。 SIC ウェハーは、最近ですと、車載用にもいくつか採用が進んでおりまして、ある程度普及しておりますけれども、やっぱりこの低コスト化ですね、基盤のコストがシリコンよりも1桁ぐらい高いですので、そこをいかに下げていくかということが課題になっています。まあ、こうした技術を使うことによってですね、その低コスト化、で加えて代行化ということが進めば、最終的なチップのコストも下がりますので、まあ、今後に期待したいなというふうに思っております。9本目です。インテルの決算です。 インテルは絶不調と言っていいと思います。22年第2クォーターですね、赤字に転落ということです。先ほどの TSMC は右肩上がりで過去最高を更新したというところですけども、インテルはですね、なんと赤字になっております。こちらは2017年の10月から12月期以来の最終赤字ということです。売上高も大きく下がっております。パソコン向けがかなり不調のようで、半導体業界のですね、長年の王者インテルが絶不調と言っていいと思います。 今後の巻き返しができるかというところは注目していきたいなと思っております。次は韓国のサムスン電子ですね。こちらの22年第2クォーターの売上高は前年同期比24%増ということで、こちらは TSMC と並んで好調な決算のようです。売上高は、市販機ベースでは過去最高を更新している模様です。利益としてはまあ最高の更新とまでは言っておりませんが、まあ、最高レベルの利益が出ております。 利益率としては35%ということで、こちらもかなり高い利益率を誇っております。直近ですと、メモリー価格は下落中でありますけれども、まあ、その中でも強いサムスン電子という決算が出ております。サムスン電子は DRAM とかランドフラッシュメモリー以外にもですね、まあ、センサーですとかファウンドリー事業、こちらも拡大しておりますので、まあ、そういったところの下支えがあって、こういった決算になっているのかなと想定されます、はい。11本目です。日本のルネサスですね。こちらの決算も好調のようです。 22年4月から6月期、売上高は前年同期73%増ということで、かなり好調なようです。為替の影響も大きいですけれども、売上高ですね。こちらが前年同期73%増。営業利益率も38.5%ということで、金額は多少、金額ベースは小さいですけれども、利益率という意味では、海外の企業と比べても遜色ないような利益率になっております。 さらにですね、前工程の稼働率ですね、こちらがですね、かなり高まっていると。8インチラインはもうほぼ100%ということで、12インチラインも高まっております。まあ、6インチラインはそれほどでもありませんけども、全体としてはもうほぼほぼ90%以上ということで、まあ、フルキャバで生産しているような模様です。そのため、今後も期待していきたいというふうに思っております。最後、12本目です。経産省、経済産業省ですね。記憶者の4日市工場に最大で929億円を助成というニュースになります。 認定特定半導体生産施設整備等計画ということで、経産省が発表している資料になります。こちらは、1本目はですね、台湾 TSMC が熊本に作る工場ですね、そこに助成しましょうというものですけれども、今回発表されましたのは、京区市やの四日市工場ですね、こちらに最大で929億円、まあ、設備に対して助成していきましょうということが決まったというニュースになっております。 まあ、ナショナリズムに訴えかけるわけではありませんけども、まあ、やっぱり日本の税金を使うわけですので、日本企業で日本のにある工場、その設備ですね、こういったところに女性が今後も続いてくれると嬉しいなというふうに思っております。はい、以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。何か一つでも参考になる点がありましたら、いいねとよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。